はい、それでは早速始めたいと思いますが、今日どれぐらいの方が参加されるかなと思って、ちょっと心配といいますか興味があったんですが、今日のテーマ設定って結構ですね、具体的なイメージ持ってこられた方っていらっしゃいます？それとも何喋んねやろなっていう感じで来られた方、ありがとうございます、はい、というのは我々も同感でございまして農業工業で情報通信でしょ、で生態系で行政と自治体と企業の役割、もう何でもありっていうことですよね。で75分しかないということですので、しかもあの千葉市長熊谷さんは私は同期で、2009年に、ほぼ同じ時にですね、もう一人ここにあの横須賀のもう役目を終えてリラックスした市長が一人いますけど、だいたいここ3人が5月6月7月同じ頃に選挙で、ここは結構よく知ってるんですけども、木内さん昨晩、懇親会で、お目にかかって、神原さんは今朝お会いしましたというあの感じでございまして、さあどうまとめんねんというところでだいぶあの緊張しておりますけれども、今日はですね、それぞれの皆さん方の今一番ホットに取り組んでいらっしゃる分野の中からですね、これから特に今地方創生と言われている中で、今までの従来の産業だとか従来の規制だとかビジネスモデルっていうものをどう取っ払って次の姿を描いていくかと、でまたその延長線にですね、生態系というところを思考していこうと、いうことが大きなテーマかなというふうに思っております。で、今日はせっかくですので、まずご参加方からですね、それぞれ今どういうことを取り組んでいらっしゃるかということを少し紹介も含めてですね、手短に3分ずつぐらいでちょっとご披露いただけたらというふうに思っております。そしたらこちらから順番に木内さんの方からお願いできますでしょうか。木内です、よろしくお願いします。私はですね、農家の長男に生まれまして、ちょうど今年ですね、ちょうど年男で羊年で48歳になるんですけども、大学出た後ですね、とりあえず家業つきました。当時はですね、バブル期でしたから農業なんて全然ですね興味ない時代だったんですけども、とりあえずですねやりたいものがなかったんで、とりあえず家業やってみようっていうことで、普通農業系だとですね、技術系から来てですね、ものづくりから入るんですけども、私はですね全く農業になるつもりなかったもんですから、全くその辺学んでませんでした。ただ、全体を捉えてですね、これを改革するのには流通から入った方が早いっていうことですね、今その6次化なんて言われてますよね、1次産業2次産業3次産業のミックスと、でこれをですね、もともとですね私のモデルが今のその6時間につながってるってよく言われるんですけども、私は単純でですね消費者ニーズに合ったものを、ものをですね、売ってからものを作るっていうですね、至ってその製造業のですね原理原則を農業に持ち込んだっていう取り組みをしてきました。あっという間に25年ぐらい過ぎまして、今はですね、それが結果ですね、本当に、地域にですね農業に雇用が埋めるっていうですね事例を作り出したんだと思います。我々がですね今そのワンゴーワンゴーエングループっていうことでですね、大体ですね我々の地域に生み出している雇用っていうのは大体1200人から1500人ぐらいいると思います。でその中でも我々が一番その注視しているのは今学生のアルバイト、我々の地域っていうのは香取市っていうところでですね、高校があるのは大体ですね最寄りの、例えば旭市であったり成田市であったり佐原市っていうですね、こういうところになるわけですね。と我々のエリアからですね子どもたちはですねみんな自転車で、30分40分かけてですね通うわけです。そうすると、アルバイトをするときですねやっぱり家の近くでアルバイトした方がやっぱ彼らもいいわけですね。ただそういう場所がないわけです。でそれを我々が食品工場であったりまたサービス分野を作ってですねそこで、雇用を受け入れると。でそのことで、なんとなくですね家の近所でもう家から5分ぐらいのところでアルバイトができて働くことによって社会に学生でいながら、社会に参加するっていうちょっと大人になったような気分と。で結果、必ずですね東京とかですね出るんですね大学であったり。でも、東京の現状を見てみたりして、地元にまた帰ってくると。でその帰ってきた時にですね自分がイメージつきやすいと、こういうことで、できるだけですね地域の、人口を、保とうというふうに思ってます。そういう取り組みを、しながらですねこれを今度、
我々としては今課題としてはですね、これをいかにですね可視化して、でこれを一つのですね、パッケージにして、これをいろんな、まあ、私もいろいろ全国こう歩いたんですけども、まあ、これを導入すれば、地域の活性化につながるなって私なりに思うところいっぱいありますんで、そういうところにですねそれを提供していくような、仕組みを今後やっていきたいなっていうふうに今考えてます。まあ、以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もうまさに6次産業化生みの親、6次産業化の父のような方ですけれども、まあ、いろいろ今まで24年ですかね、されてきた中でいろんな課題が終わりだと思うんで、このあたりまた後ほど詳しくですねお話を伺っていきたいというふうに思います。そしたら、次、熊谷市長お願いできますでしょうか。はい、おはようございます。ちょっと声が枯れていてすいません、ちょっと昨日飲みすぎちゃいまして失礼します。私の場合、まあ、千葉市いろんなことを今行政の中で取り組んでますけれども、一言でまあ言うとですね、東京圏、東京都市圏の中にあった千葉市からですね、千葉都市圏としての千葉市というふうに、まあ、いかに衣替えができるかというところなんですね。実はその皆さん方にちょっと伺ってみたいんですけども、千葉市って言った時に東京にのベッドタウンっていうイメージも若干あると思うんですけれども、東京に勤めてる人って千葉市民のうち何割ぐらいだというふうに思います？2割5割7割っていうところで伺ってみたいんですけども、2割と思う人どれぐらいいます？これぐらいですかね。 2,3 2割ぐらいですか？5割じゃないのっていう、まあ大体7割ぐらいですかね。で、じゃあ7割ぐらいいってんじゃないのって、あ、これ結構いますね。結構イメージってそういうことだと思うんですけれども、実は正解はですね、千葉市民は東京圏には 22% しか行ってないんです。 58% ほどが実は千葉市内で働いています。で、実はですねこれは首都圏の大都市の中で千葉市が一番高い数値です。よく昼夜間人口っていうふうに言いますけれども、東京はもうほとんど100を超えてる都市はほぼない状態ですね。まあ、そういう状況で例えば横浜ですら 92、3%、 埼玉市とかも 90%、 川崎 89% みたいな世界なんですけど、みんなが東京にある種吸われているような状況なんですけども、千葉市 97.6% ぐらいあるんですね。だから東京圏の中で一番そういう意味ではなんていうか独立、反独立してる。でこれはいい意味でも悪い意味でもっていうのがあって、悪い意味でもっていうのはどういうことかっていうと、東京圏ってずっと拡大してきたんですよね。この 2、30年前までぐわーっと拡大してドーナツ現象が起きたような状況の中で、本来東京都市圏でなかったところも東京都市圏に飲み込まれていって、でその中で当時その行政運営してた人たちっていうのはもう東京の中のもう街っていうふうに思ってしまってですね、東京と同じような街づくりしてきちゃったんですね。ですから本当だったら仙台や静岡や新潟みたいな地域拠点都市としての千葉市っていうのがもともとの立ち位置だったのが、気がついたら東京圏の中の千葉市にハードもイメージもなってしまって、結果今東京圏が縮小していって、もう千葉市はフロンティア引いていってるんですよね。そうなってくるとなんだか独自の都市圏はないわ、東京都市圏でもないわみたいな感じで完全に何も残らない都市になってる。でこれは実は千葉市だけじゃなくて東京圏の傘の恩恵にを受けていた比較的外幹部のところってみんな同じような現象が起きてきてしまっているんです。で今私が今やらなければいけないのは、千葉市っていうもののちゃんとした立ち位置をデータ面でもしっかり明らかにして、そして独自の経済圏と都市圏と、そして文化圏をやっぱり作らなければいけないという考え方です。ですから千葉市の特徴とは何なのか、東京にはないような地理的な特性であったり、それから資源は何なのか、こういうのをしっかり見極めていかなきゃいけないと思うんですね。例えば農業一つとっても、実は千葉市も大変農業は盛んで、酪農とかでも千葉県の第2位だったりします。例えば東京のですね、ケンタッキーフライドチキンのチキンはですね、大体千葉市で作ってるんですね。それぐらい畜産もあるんですけれども、まあそういうイメージもないですし、東京都市圏の中に膨らんでいく中で、どちらかというと千葉市民にの都会に住んでる人に脳を触れさせようっていう発想になっちゃったんですよ。でも現実は実際には来る人たちって今東京から来てるんですね。だからそういう意味ではもう東京圏じゃない自分っていうのをしっかり見極めて戦略立てればしっかりとした結果が出るような状況になっているので、まあ、そういうところを含めて今全体的な都市としてのモデルチェンジをですね、今一個一個の各分野においてまあやっているというところで、多分少しまあこのテーマに添えるのかなというふうに思ってます。とりあえず以上でございます。はい、ありがとうございました。もう千葉市分離独立闘争みたいな
あのアイデンティティですね、はい、千葉県は独立できますんでね。なるほど。唯一日本で一番ハワイに近い県そうですよ。はい、ありがとうございます。また後ほど詳しく伺っていきます。そしたら鎌田さんお願いできますか。はい、今日は常石ホールディングスの方で参加しております、あの鎌田です。よろしくお願いいたします。先ほど木内さんは農家の長男というふうにおっしゃいましたけど、私はあの広島県の田舎でですね、造船所の長女として生まれました。でそれで、まあ非常に男尊女卑の強いところでして、女の子に仕事させるつもりはないよというような家庭で育ちましたので、何としてもこの田舎から出たいと思って頑張って東京に大学で出まして、で次は田舎に戻りたくないと、どうしたら戻らなくていいかなっていうのを一生懸命考えて、会社作って雇用を生んだら戻らなくていいんですよ。雇用を守るっていうのが我が家のすごく重要なところなので、でベンチャーを作りまして21年かな。でずっとグロービス飛鳥会議にあのニューズ 2A のカンバラで参加させていただいていたと思います。ネット PR のベンチャー企業のトップを今会長やってますけれども、引き続き続けております。でこのような環境の中で3年前にですね、あの突然実家の方に呼び出しをくらいまして、まあ、最初は顧問として3年ぐらい黙ってろよと言われたんですけど、2回会議我慢したんですけど、どうしようということでいろいろ発言をしだしまして、あの昨年取締役、今大取専務っていう風なちょっと不幸な流れになっています。あの私にとっては不幸なんですけれども、きっとあのうちのグループにとってはいいと思います。でちょっとお伝えしておきたいのが、私がやってるベンチャーっていうのは本当に売上規模も3億強ぐらいの規模で、30人ぐらいでっていう、すごくそのゼロからゼロイチをやっている、まあ、あのベンチャーというよりも中小企業なんですけれども、で実家の方はですね、社員も売り上げも三桁違うんですよ。で私会社勤めの経験もなくってベンチャーしかやってないのに、なぜこんなところで私にできることあるのかなと正直ビビりながら戻ったんですね。なんですけれども、かなりやれることがあるなと思って、今は本当に、まあ、今の立場でできることを精一杯やりたいと思っています。でこれを実現できたのがですね、実はグロービスさんなんですよ。私グロービスにずっとあのニュース2を作る前もそうですし、作ってからも会話していただいて、 EMBA も単価で受けさせていただいたりして、こうなんて言うんでしょう、経営の、まあ、ベンチャーなんで経験だけ積んできてたんですけど、その知識の部分をグロービスで随分補っていただきました。でそれいうこともありまして、今年はですね、あの年初から人事戦略部門をですね自分の部門に持ってきまして、この7月からですね、あの大阪校と福岡校に常石グループから21名参加します。皆さんぜひぜひしごいていじめてやってください。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。まああのね、地元が嫌で出たけれども、まあ、何かのご縁でまた結局は、ね、地元の家業を継がれて、でもまあ同じようにやるんじゃなくて、まあ、自分流でちょっと これからあの新しいあの第二創業というか、まあ、次のスタイルをまあ目指そうとされているというようなお話で、まあ、グロービスの皆さん方にも非常にあのご縁があるということですので、またぜひですね、あの後ほど詳しく伺っていきたいと思います。そうしましたらですね、大体今からあの11時半ぐらいまではここでお話をさせていただいて、まあ、20分ぐらい時間を残して、会場からご質問をいただいて、少し対話をしていくような形で進めていきたいというふうに思っています。で、まあ、ちょっとまず順番にお話を伺っていきたいんですけども、あの木内さんの方、まあ、今非常にさらっと、この約四半世紀のですね、歩みをもうごく簡単に何事もなかったかのようにお話になったんですけども、農業の分野、農政の分野っていうと我々やっぱり非常にこう補助金付けだったり規制絡みであったり、まあ、なんかこうややこしい人もなんかいっぱいいてそうなですねイメージが非常にあるんです。で、まあ、最近は割と農政改革をしようということもあの割と時流に乗ってきていますけども、まあ、今まであの特にその国とかの支援がない段階でですね、まあ、どういう思いを持って、そのフロンティアスピリットでこう進めてこられたのか、まあ、もしくはその中でこんなあの壁もあったとか、それをどう乗り越えたとか、もう少しあの今までのこの歩みをですね、ちょっとそういうところに視点を置いて少しお話をいただけたらと思うんですけども、ですね、よくですね、その農業っていうのは守られてるとかですね、あの規制がいっぱいあるとかですね、障害があるなんて言われますけども、結論から言うとですね、ほとんどありません。で、あの問題はですね、日本はですね、この20年間ぐらい特にあのバブル崩壊してからですね、大体ですね、あの日本のですね、あの時給ギャップを見ると今からちょうど25年ぐらい前、平成2年ぐらいですかね、
この辺がですね、あの需要と供給のですね飽和点に達してるんですよ。まあ、どういうことかというと、戦後ですね、どんどん農村部から都市部に人口が流出して、そして、需要をどんどん作ったと。それに対して、JA って今ありますよね。 JA っていうのは単純に言えばインターネットのない時代に、あの郵便と同じようにですね、中央から地方の隅々までの要はその、伝達が伝わる、または地方のですね隅々から毛細孔のように中央に上がってくると、こういう機能を果たしたわけです。でその中で、実はその需要に対して供給が足りませんから、 JA の仕組みで良かったんですよ。要は作ったものを市場に出せば必ず農家は成長できると、まあ、よくその食感制度なんか言われますけども、じゃあその都市部の要はその、まあ工業であったりそういうところで上がった利益をですね、米を通じてですね農村部にですね所得を分配するわけです。でその時にですね、農村部で産業を作るためにですね、まあ、JA がですね肥料や農機具やそういうものをですね高く売るんです。でそうするとその地域に要はその機械屋さんであったりですね、肥料屋さんであったり、そういうものもですね、まあ、生まれてくるっていうですね、まあ、ある意味いい改定をですね今から25年ぐらいまでやってきたわけです。でその段階で実は、需要に対して供給が上回ったのは25年ぐらい前、それでもずっと同じやり方をしてきた。でそこに持ってきてですね、バブル崩壊後にですね雇用の吸収でですねサービス業が雇用を吸収するっていうことで、あの代典法の改正、平成5年ぐらいありますけども、この辺がベースになってですね、ものすごいオーバーストアとしてですね日本がですね、なんですかね、供給の出口過剰になっていくわけです。で、まあ、日本のオーバーストアってどれぐらいオーバーストアかっていうとですね、まあ、SM 店って言われるですね生活に密着したお店ありますよね。あの、まあ、生鮮からもう食べ物、まあ、いろんな日用品みたいに売ってる、まあ、400坪ぐらいのあれがあの暮らしのベースなんですけど、あれ1店舗あたりですね人口が1万2000人に対して1店舗ぐらいが適切な流通環境なんですよ。それが日本はですね今いろんな宅配やいろんな、生協さんやですねコンビニやってことで多分ですねもう4000切ってると思うんですよね。3500とかそれに対して1店舗ぐらいのですね計算になって、これがいわゆるものすごいデフレ構造になってるわけです。だから結果ですね川下の出口がオーバーストアでデフレですから、川中が取りすぎてるからですね、流通が取りすぎてるから、まあ農業儲からないとかですね、よく言われる流通はですねほぼ流通に関わってる多分8割以上が赤字です、経営が。で結果それがまあ一番末端の川上の農業に来ると。そうするとですね農業はですねよくいろんな他産業から農業に参入すれば農業が変わるんだって言って変わった事例ってほとんどないですよね。まあ、今日いるかどうか分からないですけど、例えば一番川上でですね、あ川下でマーケットで大きいイオンさんがですねイオン創造アングリっていうですね、農場を展開してますけども、まあ、これはですねこの企業のあれになりますからよく調べてもらえば分かりますけども、とんでもないその、経営が赤字状態ですよね出口を持ってるところがやっても赤字ってことはもう他に他の産業が参入する余地がないって言い切ってもいい状態じゃないかと。まあ、結果ですね、まあ、これを数字で表すとですね、日本の農産物の再生産価格、これはですね農業者がもう少しですね規模を拡大して、コスト削減をする努力も含めてですね大体2割から3割要は生産価格が合ってません。で結果ですねこの2割3割を埋めるために農水省が毎年ですね2兆円近くの要はその費用を補填していると。まあ、これがあって実は日本の食のですね生産現場がかろうじて維持されているというのが現状です。だからこれだけいいクオリティのある農産物やですねものがですね海外に出せないというのはですね、まあ、その辺 の経営の弱さがですね問題じゃないかというふうに私は考えています。はい、まあ、あのいろいろ課題がある中で、そんな中でも木内さんのところはもう今、売上が年間60億オーバーですかね、まあ、非常にあの成功されている例として、あの、まあ、いろんなところでも取り上げられたり、いろんなこう、ね、ドラマのモデルになったりもされているよう、 あのようですけども、まあ、あの出口が過剰だという状況の中で、一方で、まあ、キュッシュさんのところは、まあ、自らこの直売店であったりレストランであったり、まあ、多面展開をされるということですね。で このあたり その、まあ、狙いといいますか、まあ、そういう状況の中で あえてどういうところをこう意識して、あの新しい分野をまあ、どんどんされてるのか、要はあの
製造業としての、まあ、農業をされるというふうにおっしゃってますけども、いわゆる農家としての視点ではなくて従来のビジネスモデルを乗り越えて、自らその現場を作っていくという、そういう発想なんでしょうか。ですね、我々ですねもうそういう状況ですから、一つはですね新たな、価値の付加価値のものを作るっていうですね、そういうその、技術的にですね商品として差別化商品を作っていくっていうブランドを打ち上げる、片方側ではですねそれをいかに合理的にですね流通経費やですね、我々がよくですね例えば我々が冷凍食品工場をやってたり、例えばドライ工場であったりカット野菜工場であったりまたは流通であったりですね、こういうのやってますけども、これ一個一個ですねもう10億円近くの売り上げがあるんで、ここに本来社長がいていいし、要はその専務がいていいしこうなんですけども、それをできるだけですねなんていうんですかね、そういうその無駄なコストを省いてですね、合理化を一つする、それと例えば物流だとかもですねできるだけその合理的な物流を組むとかですね、一個一個細かくやってるわけです。で片方側では、従来の商品に比べて例えば美味しいとか安全とか、新鮮とかそういう付加価値をつけて売ると、この両方をですね両輪回すことによって、我々はなんとか現在に至ってですね、成長を続けてられるという状況です。なるほど、はい、もうちょっと突っ込みますと一番儲かるのはどの辺なんでしょうか多分今日は将来ですね、はい、自ら創業しようなんていうスピリットを持った人も、結構来られてるかなと思うんで、企業秘密もあるかと思うんですが、今一番こう稼ぎ頭とか、これからこういうところでもう勝負打っていこうみたいなところが何かもし終わりでしたら、戦略になっちゃいますけどね、今ですね現時点で一番我々収益が高いのは高糖度のフルーツトマトを大量生産する技術です。これ農業の中で一番難しいんです。土耕栽培で作ったらですね多分トマトを20年間作ってるプロでも作れないっていうですね、かなりハイクオリティのスペックなんですね。したがってですねこれ素人じゃ絶対できないんです。でそれを我々はですね素人でも作れるように全く農業の経験のない人でも、作れる、そういうことはですね、例えば簡単に言えばワーカーだけでですねずっとこう規模拡大できると、先週の日曜日にも富山県でですねこれは富山環境さんっていうですね富山県での最終処分場をやってるですね、本当にいい企業があります。でこれがですね農業参入して我々が全部栽培から、我々子会社にですねプラントを作る会社もあります。だからもう資材メーカーは日本の資材高いんですね。だからこれをですねそのトマトに最適な温室をもうまで設計してですね、それを全部プロデュースして、総工費で23億円ぐらいやってですね作ったんですけども、これは林大臣もですね竣工式に来られて、でそれが1個できただけでもう富山県のトマトの全生産量を上回ったっていうぐらいですね。でこれはですね全く農業の経験がありません。これは全員素人集団です。でそれでもそれだけの温室がハンドリングできると。でそこの強みっていうのは最終処分場を持ってるんでエネルギーがいっぱい余ってるわけです。だからこのエネルギーをですね全部その冷暖房に変えて、そしてもう365日要はものすごい安定した環境でですね安定した品質のものを作るっていう技術です。はい、確かに最近トマトが甘いのが、ね、たまたまスーパーで買って当たりかなと思いますけど、割とその甘いトマト種類が増えてきてますね。そういえば我々はそれをですね必ず甘いですっていう保証してます。だから消費者に安く売る必要ね。それなんでこんな小さなトマトですね全部一粒一粒ですね糖度センサーかけます。ものすごい壮絶でダーッと流れてってですね、その値段も高く売れるんですね。でもですねそれをやっぱり高く売ったらですね回転が悪くなるんじゃないですか。で我々そこの見極めなんですけども、例えば通常のトマトって、198円とかですねこれ売ってますよね。それより100円高くですね298円戦略です。それが今中川さんがおっしゃってるトマトって多分スーパー行ってよく見てもらえば分かりますけど、高糖度トマトで塩トマト何トマトってやってるの、例えば400件とか49パとか女性の方は分かると思って言ってるんですけど、それだと特別な時しかちょっと手が出ないと、でも100円足せばですね必ず美味しいトマトが買えるんであれば手が出ると。
で回転していかないと産業にならないと、うん、で我々はその出口のコストと生産のコストとまた流通のコストをですね全部最適化をですね我々は戦略を持って、まあ、やるっていうのが我々の農業です、はい、まあ、そこが今までの農業の発想と大きく違うところですね。なるほど、ありがとうございます。そしたらちょっと次話題を変えていきたいんですが、行政の分野も、まあ、農業と同じように非常にこう、まあ、旧態然としたビジネスモデルで、まあ、やってきた部分というのは結構よく批判をされたりしますし、まあ、我々自身もそういうところをどんどん変えていこうというのをモチベーションにしているんですけども、まあ、特に熊谷市長の場合はもともと IT 関係 の、 ね、企業で働いていらっしゃったり、いろいろとこう行政サービスとか行政の事務手続きとか、まあ、そういうところをどうやって最適化していくかということでいろいろ取り組みをされていると思うんですけども、ちょっとこのあたりでご披露いただけるところあればと思うんですけども、はい、まあ、少し生態系から若干離れてしまうかもしれないんですけれども、行政でやってて思うのは、日本国民の皆さん方も行政批判している場合には結構ですね適応していてですね、おかしな手続きに対して結構そんなに文句言われないっていうのが実はあるんですね。で、行政ってこの間結構国民からも言われてくる中で、行政サービスのその応対レベルですよね、応対レベルは昔に比べれば少なくともマシになってきてるんですよ。で、職員もそれは意識をしている。しかし大事なことは、自分たちが市民と事業者の時間を奪っているって感覚ってあんまりないんですよね。で、例えばその窓口に来てすごく丁寧に応対するんだけども、それはまあ B レベルであって、本当はここに来ないのが一番最高の行政サービスだっていう発想ってなかなかないんですよ。事業者って忙しいの で市民も忙しいので、できるだけ来ない方がこれいいんですね。で、行政改革するときに内部コストの削減ばっかり議論になるんですよ、システムも導入でも含めて。でも大事なのはプラスアルファ、市民事業者の実質上のコスト削減ができたかどうかっていうところも付加価値に入れるべきだっていうふうに思っているんですね。で、例えば一つ、まあ、一番分かりやすい事例ですけれども、今年度から何を導入するかっていうことで、例えば駐輪場って毎年毎年通勤通学に使う方々が、まあ、都市部ですから駅前の駐輪場を抽選で申し込んで当たった人が毎年毎年決められた時期にもうすごい列並んで、決められた時間にですよ、行って、で現金持ってって1万いくら払って、なんか証明シールみたいなのもらってっていうのをずっとやってるわけですよ。千葉市規模がでかいんで何万人が毎年やってるんですよね。これ時間換算すると1万5000時間、あ、違う、2万時間ですね、2万時間になるんですよ。2万時間って最低時給で換算しても、これっていくらかっていうと、これも1500万円以上の金額になるんですね。これ毎年1500万以上の時間を奪ってきたんですよね。で、これ絶対直すべきだっていうことで、で今回からそのオンラインでクレジットでも払えるし、それからまあ納付書コンビニでも払えるように変えるんですけれども、これするだけでも僕らのコストも実は年間3、400万円ぐらい浮くんですが、3、400万円じゃなくて、これは2000万円のだから効果額が年間あるっていうことなんですね。ですから行政って実はコスト削減の議論は結構やってきてるけれども、市民事業者の時間を価値に換算するっていうことをやってきてないので、結果的にですねすごい行政にすごく時間を取られている。で、事業者はどちらかというと僕ら行政って許認可権限を持ってる側だから、意外と裏では文句言ってもあんまり表だって言わないんですよ、目つけられたくないから。だから実は市民向けもそうだけど、市民向けはまあ大体いろんなこと文句言われてるんで、大体こう進化してきてる。事業者向けの許認可に関わるところの行政手続きの改革って本当に遅れてるんですよ。例えば千葉市でシステムで言えば、これ不動産業者は多分いないと思うんで分かんないかもしれないですけれども、我々1年2年ぐらい前から市のですね道路全部ウェブで見れるようにしました。ヤフのマップと連動させて、もう全部のこの道路が市道51号線とか、メジャーな道路以外も全部道路の名前ってついてるんですよ。市道14号線とか51号線とかで、福音も全部出してます。そうすると、これ何をどうなるかっていうと、これ開発行為するときにこの前の、ね、道路が、ね、何メートルだとこういう制約とかいろんなのがあるんですよ。そういうのって毎回毎回宅地開発をしようとしてる人たちとか土地の持ち主ってみんな役所に来て土木事務
務所とかに見て、その帳簿を見て、で見てからまた帰るみたいなことをやってるんですよ。コピーして帰るとか、こういうことずっとやってるんですよね。これ全部ウェブで見える化することによって、これあの不動産開発土地の持ち主関係の人たち年間1000万円ぐらい浮いてるんですよ。私たちも500万円ぐらい浮きますけれども、こういう形で実は事業活動の中においてすごくまだアナログの部分が残っているので、こういうところをそのいわゆるシステムを導入する中で、どっちもウィンウィンで、どっちもウィンウィンじゃなくても、仮に我々コストがまあプラマイ0円だったとしても、市民の方、事業者の方が1000万円受けばこれやるべきだっていう決断になるわけですよね。今までプラマイ0ぐらいだったらそれ先送りされてる案件ですけど、内部的にそうではないっていう、トータルで今やるということで、千葉市はですね、今それをずっと町内ではもうほぼ完璧にできるように意識は徹底できましたけれども、今他の自治体にもこれを波及をさせていこうということでですね、今取り組みをしているところです、うん。いや、この、ね、行政自身の行革をするっていうのは、まあ、非常に目に見えやすいですけども、まあ、市民の時間をお返しするっていう発想ですよね。この発想でいくと、まあ、上数でどんどんあの効果が大きくなりますね。いくらでもあります。僕らだから千葉市が今一番注目されている IT 事例というのは千葉レポっていうもので、これはあのスマホで道路が破損してたりとか、ベンチの落書きがあった場合、これ市民がもうそのままこのスマホで見つけた瞬間にパシャって撮ってアプリでレポートしちゃうと、そうすると GPS 連動で、千葉市の地図のどの場所、どの区画のどの場所にピンポイントでピンが刺さって、写真付き動画付きでこういう不具合があると分かるんですね。そうすると我々ってもうそれ見た瞬間に緊急だったらすぐに行くし、緊急じゃなければルーチンの中で直していくっていうのは瞬時に判断できる。さらにそれを何時何分受け付けて、何時何分に直しました、そして直した後の写真はこれですということもそのレポーターにプッシュでこのスマホ側に来る。さらにそれを全市民がアクセスすれば見れるので、千葉市民は千葉市のそういう補修関係の集中管理システムに誰もがアクセスできるという状況を作り出しています。これによって市民の皆さん方が単なるユーザーじゃなくて町のマネージャーの方に入ってくる。これによる市民、それから我々行政側のコスト削減と時間の軽減と、それから何といっても納税の納得感、これはもう飛躍的に進んできていると、まあ、これはあの僕らクラウドで作っていて、かつ千葉市のこのアプリ会社とセールスフォース .com の JV でやってまして、これを今どん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 展開をしようとしているって感じですね、うん。これはあの、まあ、手続き的にもそうですけど、まあ、市民の側の意識も変わりますよね。そうです、そうです。今までですと例えば自治会長さんを通してとか、場合によっては地元の議員さんを通して、はい、でちょっと議員さん通して言うた方が早く修理できるかなとか、まあ大体そういうのが多いですけども、はい、それが結構変わっちゃうってことですね。そうなんです。あのね、行政サービス良くなれば良くなるほど IT 対応すればするほど矛盾が生まれて、行政と直で結びつけちゃうので、自分の好きなことばっかり言う人がね、どっちかって増えかねないんですよ。 IT 化って実はそういうリスクがあるんですね。だから大事なことは横同士でこの市民 の, そのマネージャーとしての意識が上がる方向で、あのいわゆる IT だとか行政の対応を改善していかないと、なんだかどん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 ね、召使い側に本当に本当の意味でこうあの個人の僕になっちゃうんですよ。公僕じゃなくて、あの市民僕になっちゃうので、それはいけないよっていつも言ってるんですけどね。なるほど。でちなみにちょっとあの今皆さんも一番興味があるかもしれないですが、あのマイナンバーありますよね。はい、マイナンバーの導入で、まあ、自治体行政こう変わるっていうのはありますか。そうですね、マイナンバーでまず間違いなく変わるのは、実はようやくマイナンバーがどういうものかって国民的にようやく、まあ、事件もあって理解されてきていると思うんですけれども、実はその先にある一番重要なのはマイナポータルって言われているものなんですね。このマイナポータルっていうのは、そのいわゆるなんていうんですかね、プッシュ型でいろんな通知が来るっていうところなんですよ。だから例えばですね、僕らで言えば子供持ってる人がですね、例えば皮膚肺炎球菌ワクチン何ヶ月で接種しなきゃいけないとかいろいろあるじゃないですか。ああいうことについてもうプッシュで、そこのマイナポータルにプッシュで来ちゃうと。もうお宅あの2ヶ月の生後2ヶ月の子供を持ってるけど、まだ例えばですね、皮膚肺炎球菌ワクチン1回目やってないみたいですけど、そろそろやった方がいいですよみたいなものをプッシュで通知できるようになるわけですよね。その個人情報を持ってるってことは、お子さんが何歳の年齢でどうだっていうのも全部本来は把握できるはずなんですよ。それから本人の同意があれば、自治体側からその、まあ、ある種支障箱的なところにプッシュで僕らがピンポイントの通知をするっていう時代にこれから変わっていきます。これは自治体がそれぞれやるかやらないか、多分相当差は出ちゃうと思いますけれども、そういうことがその先に待ってる。実はマイナンバーじゃなくてマイナポータルこそが本当の意味でその市民の国民の利便性を飛躍的に上げるか否かを鍵を握っているというふうに思います。なるほど。
だいぶ声の調子も良くなってきたみたいなんで、そしたら神原さんの方にちょっとマイク振りたいんですけども、まあ、今いろいろこう新しい視点でね、こうビジネスモデルを創造するとか、またICT の技術を使って、こうね、市民の意識も含めて変えていくというような話がありましたが、元祖 IT ベンチャーの神原さんとしてですね、今ちょっとお話聞いてらっしゃって、もしちょっとコメントあればちょっと伺いたいんですけども、いや今の千葉レポはうちはすぐグループ内で導入しようかなと。工場現場 の, 不具合なんか写真スマホで撮って送ってもらえばいいわけですよね。もうそういうアイデアっていうのは結局ネタが大事 でそれクラウドサービスで OEM とかでクラウドで提供していただけるんであれば、はい、1ID いくらっていう世界で売ってます。ちょっと後で調べてください、はい、後で別室で契約を、はい、はい、ぜひ。やっぱり我々重工長大産業で、その造船っていうのはまあご存知の通り、日本が世界でトップだったものが今もう中国韓国3位に落ちてきているところなんですね。ただそのものづくりの原点として、こうクオリティはやはり世界でトップなんですね。なんで非常にその改革が難しいところです。でその中でまあ私もできれば自分の得意なところから攻めたいんで、本来だったらロボティックスであるとか IoT とかをやりたかったんですけれども、いきなりね造船のこと知らないのにこう生意気なことを言ってもね、熟練の方々いらっしゃるので失礼かなと思いまして、まず私がその重工長大プラス今我々はその雇用、これまでその我々がこう町で生んでいた雇用っていうのは造船を中心とした雇用だったんですけれども、もうこれは右肩下がりなのがもう明確に分かってるわけですね。でそれと同じ雇用を生むために、じゃあサービス事業を立ち上げていこうという話をしています。でサービス事業を立ち上げるとなると、造船っていうのは B2B の世界なんで、知る人ぞ知るでいいんですね。ところがサービス事業になると、我々尾道や福山、鞆の浦で有名な福山というところをベースにしてるんですけれども、東京の首都圏の人がどこに旅行行こうと思ったら、北海道もライバルだし、沖縄もライバルだし、ハワイだってライバルなんですよね。でその中にいかにその地域ブランディングをしていくかっていったようなところで、それと合わせてですね、そういったその B2C の目線での地域ブランディングを進めることによって、そこにある造船所として優秀な人材を I ターンで取ってこれるみたいなことの仮説を立てながら、特にですね、そのこれまであまりマーケティングとか PR に予算を取ったことのない会社でしたので、分かりやすいところから、まあ、マーケティングが PR で成果を出していこうということを、まあ、初年度、実行したんですね。で具体的にどんなことかというと、我々その地域にあるホテルを、もちろんそのサービスとしてクオリティが高ければ自信を持ってご提供できるんですけど、やっぱり従業員の教育と、あるいは魅力ある施設作りとセットでやっていく。で既存のものの その価値をリノベをしながら価値を出していくということで、地元出身であったりとか、あるいは若手の建築家にお声をかけて建築プロジェクトを立ち上げました。でそういったようなことで、まあ、少しメディアの露出が、そのメディアでも取材をしたくなるようなものにしていくっていうことが大事なんですね。で B2B の場合は大勢の人に見てもらう必要はないんですね。本当に船のお客さん、あるいは海運のお客さんが、そのテーブルに我々の会社が乗った時に、どういった会社かなと、他社さんよりもより丁寧に情報を出しているっていったことが重要なので、もう当社のニュース通ユというサービスをですね導入しまして、もう本当に初年、私が行って最初に見た時にはもう競合さんと比べて最下位だったんですね。情報発信力もそうですし、検索結果に出てくる情報量がすごく少なかったところを、もう365日毎日出せと、ニュースを発信してオンドメディアを作れというふうにして、 B2B であそこまでやったのは多分うちだけです。で1年で、もちろん前半は日本語だけでいいよと、後半になったら日中英3カ国語対応で、海外のお客様も多いので、とにかくそのメディアで話題になることじゃなくって、自分たちの情報を探している時にお客様に届くようにしろということの戦略をして、それやっただけで露出かなり上がったんですね。まあ、本当に例えばセブンに工場がありますよみたいなことが、まあ、昨年の後半、前半戦はどちらかというとサービス事業の方でマーケティング予算を使いながらこう上げていきつつ、 B2B は時間をかけてコンテンツがたまったところでマスメディアに載せていくというふうな戦略をしたので、そうするとその変わった感がすごく出るんですね。働いてる人の変わった感、自分たち その会社がマスメディアで紹介された、あるいはウェブで検索した時にきちんと出てくるねというところでも簡単な評価
ですよね。中を変える、企業文化変えるのすごい難しいんですけど、外からの評価を変えるのはある種簡単です、ノウハウがあれば。なんでそこから手をつけました。で、今年はさっきお話ししたような感じで、その人の教育の部分をどのようにしてやっていくかなというのと、あと刺激が足りないんですね、地方って。例えば我々こういったセッションに参加できたり、グロービスに行こうと思えば、まあ、ちょっと電車乗っていけば行けるという感じだと思うんですけれども、なかなかそういったものがないので、こういった私の東京でのネットワークで、例えば今 C チャンネル立ち上げた森川さんなんかに広島まで来ていただいて、まあ、社員向け、社員プラス地域の経営者、若手経営者の方々向けに月に1回の勉強会をやっていて、そうするとこう今度は中の人と、また今度すごく近い地域の人の間で、あ、常石変わってきてるなと、地域へのコミットが高くなってきてるなっていう雰囲気作りを今してるんですね。なのでそういったことをやっていくと、やっぱり最終的に私がやりたいのは、 U ターン多いんですよ、我々の田舎、私も含めて。やっぱり生まれ育った町大好きですから、 U ターン多くて、しかもさっき男尊女卑って言いましたけど、意外と女性強いんですよ、そういうところ。そうすると私の部下なんかだと、U ターンで帰ってくるときに結婚して旦那連れてきますからね、人口増えますよねなんでご主人も一緒に戻ってきてくれる、その魅力ある町になってくるし、加えて I ターンで、あれ最近こういったメディアで、例えば常石造船って見るけど、ちょっと面白そうだなと。でどんな地域なんだろうって言った時に、例えば単身赴任でも行ってみたいな、あるいは奥さんと一緒に行っても、尾道の古民家を自分でリノベしながら豊かな暮らしができますっていうふうなことをね、奥様好きに一軒家持てるよというふうな感じで PR すれば、そういった優秀な人材の I ターンにもつながってくるというふうなことを今考えている。ありがとうございます、はい、結構いろんなちょっと切り口いただいて、まず一つは尾道 U2 ですね。これは県の、倉庫を、リノベーションするプロジェクトに、手を挙げられて、非常におしゃれなお店で、私もよく噂を聞くんですけども、こういうそのいわゆるサービス産業への転換、業態転換をしていくっていうことと、それはそのつまり造船っていう重工長大な産業から、いわゆるこの産業の高度化みたいなことでな、というふうに理解をすればいいのか、それとも回り回ってそれが本業の造船の方にもこう付加価値をもたらすような、そういう、 こうポジティブフィードバックみたいなものがあるのか。ちょっとこう見てたのは、その IT を使われて船の浸水式をこう中継をされたりとかですね結構その古い産業に新しいエッセンスを足すことで、なんかこうちょっとこう今までとこうなんかステージが変わるようなイメージもちょっと感じたんですけどもね、その辺どうでしょうか。そうですね、やはり船ってものづくりの現場で、大学のね、工学部出た方々も来るんですけれども、新しいことをやらせてもらえるよねってなると、採用の時にもやはり大きな魅力になると思うんですね。で今年は特にドローン飛ばしてたりとか、VQ部の真下さんと組んで工場のドローンでの管理みたいなもので、どんどんメディア露出もしていますし、こう新しいことにチャレンジできる環境、特にこう製造業でものづくりの現場でって言った時に、まず一番で、小松さんぐらい有名だとね、もう全然問題ないんですけど、常石って言っても東京って誰も知らないんですけど、少なくともその業界に興味を持ってる人が考えた、転職先を考えた、あるいは就職先を考えた時に上にマインドシェアで上がってくるっていうところまでは持っていきたいなと思ってるんですね。なんでその B2B と B2C の違いというのはあるんですけれども、でそこでいざそこにゆかりのない人が来るときに魅力ある街であるかどうかってすごく大事だと思ってます。このなかなかこう、尾道でして、尾道だったり、福山だったり、福山は割と人口もね40万以上いらっしゃってそれなりの街ですけども、やっぱり地方の都市ということでいくと、いわゆる東京一極集中に対しては反対の立場になりますよね。そうすると地方の企業でいかに優秀な人材を確保していくか、特に生産年齢人口だとか、出産適齢期の女性人口をどう確保するかっていうのは一番どこの自治体も今悩みの種なんですけども、そういう意味でその人を確保して、優秀な人が集まることでまた企業の価値も高まって、またそれが回り回ってこのこう輪を広がっていくような、なんかそういうちょっとイメージも受けたんですけども、割と地元定着率というかは高いんですか、それとも全く外から出身の方が I ターン的に来られる方が多いのか、どんな感じですか。いやもう本当に地元雇用採用がすごく多くて、あと終身雇用ですよね、基本的に働く方は辞めるのは自由ですけれども、基本的にはこちら側は終身雇用のつもりでライフプラン
スタッフの方のライフプラン一緒に寄り添ってっていうふうに思ってますから、かなり柔軟なあの雇用の体系などもあのルールになってないけれども入ってる部分もありますし、これからまた改めて整備していけると思っています。なんであの転職してくる方もいるんですけど、基本的にはあの新卒からずっと上がってきて、あの地元で生まれ育って地元で就職してて多いですか？はい、今の造船の社長も新卒採用で初のプロパー社長みたいな感じですし、そういった感じでいくとあんまり転職、まあ、もちろんその何人かいらっしゃったりしますけど、その地元でこう DNA を大事に企業文化を大事に育った方々の中に、まあ、U ターンで、まあ、例えば中高の同級生とかがこう戻ってくるときに友達が常石おいでよみたいな感じで入ってくるんですよね。なんでそういった方が入ってきて、でそれにさらに今だとうちはその国際海外に出てる造船所としては国内では最大級なので、やっぱファイナンスであるとか財務とかあるいはグループ全体のところの魅力でこう金融機関からあの I ターンできてる方とかがいて、今ミックスされていて、そこでこう社内の中で の, そのカルチャーを守っていく部分とその専門スキルを共有していく部分っていうのが、まあ、教育とかに力を入れるフェーズですね。じゃあ割とこう地元愛の強い方がこう多い土地柄というか、あの土壌もあるわけですね。そうですね、うん、やっぱり ある程度大学出て東京で働いた後にはやっぱり親元にっていう人が多いようですね、うん、なるほど、はい、これ木内さんね、先ほどまあ、地元の高校生もしくは大学生をアルバイトでたくさん入れられると、でもう100人ぐらいいらっしゃるという話ですけども、まあ、割とこう、まあ、農業、まあ、木内さんとこの産業農業と言えばいいのか製造業と言えばいいのか、これ結構悩ましいところなんですが、割とこう農業の、まあ、新規就農者、まあ、なかなか過去皆さん困っているところも多い、また一方で、千葉の中でも、まあ、比較的こう、まあ、あの田舎型の町の中でどれだけ若い人をこう外に流出させずに、まあ、抱え込むかというか確保するか、まあ、そういうところで今その取り組まれていることで何かございますか？特にやっぱりですね、まあ、ものづくりっていうのとですね、やっぱりその、物を売るとかですね、マネジメントするっていうのは実は分けた方がいいと思うんですよ。で我々はですね、今最近はですね、まあ、東京にも事業所あるもんですから、その総合職と一般職って分けてですね採用してます。で一般職の方はですね、基本はですねものづくりが好きだとかですね、やっぱりもう地元に要はその住んで雇用の場を設けたいっていうですね、まあ、そういう人たち、まあ学歴でいうとですね、やっぱりその高卒とかですね、まあ、そういう人たちを、まあ、専門に取ろうという分野と、まあ、総合職の方はですね、やっぱ農業もこれからですね他のサービス産業と、まあ、対等にですね交渉できるような、またはその企画力を高められるようなですね、その人材を取るって、この2通りで我々今や対応してます、うん、なるほど。これまあ、大体あれですね、その、まあ、製造業ということでいくといわゆる管理的な部門と、まあ、いわゆる現業的な部分と、まあ、そういうふうに分かれることが多いと思うんですけども、まあ、この辺で特にその人材の確保というか数の問題というよりは、その人材のそのスキルとか能力とか、まあ、そういった資質の部分で今課題があったり、もしくはちょっとこうしていこうというようなところって終わりですか？ですね、これはですね、やっぱりですね、まあ、社内でですね今その研修プログラムを作ってですね、でそれをまあ新卒からですねずっとやっていくんですけども、あと昇級していく段階でですね、まあ、ちょっと他産業に比べて我々まあ特殊性があるもんですから、どちらかというと座学だけじゃなくて、まあ、現場の実地学みたいなものも組み込んで、まあ、そういうのを今やってます。まあ、なかなかずっと農家で生まれ育って、まあ、農業しかしたことがないっていう人がいきなりこうセールス&マーケティングをしようとか、ね、その財務のファイナンスをしようとか思うと結構知識がなかって行き止まったり、まあ、生産するのは得意だけど、まあ、経営は苦手とか逆の方もいらっしゃいますよね。でこの辺っていうのは今後産業としてより大きく発展していく上でどういうことをしていくとそこの課題っていうのは乗り越えられるとお感じですか？まあ、農業ってですね、私よく言うんですけど、農業って言ってるのは工業って言ってるのと一緒ですよと。例えば野菜一つとっても、例えばその人参を作ってる農家とトマトを作ってる農家ってもしかしたらですねペンキ屋さんと電気屋さんぐらい違う。だから持ってる道具も違うし、その技術のスキルも全然違うと、こういう状態なんですね。
でその意味で、まあ、私はですね、その農業をですね、地場産業として、まあ、サスティナブルにですね、継続していくってことになると最適な規模っていうのがあると思うんです。と生産規模で最適な規模っていうのは、私はですね、いいものを作る、クオリティのもの、高いものを作る、なおかつ、まあ、雇用の職場としていい環境を作るってことになると、まあ、1生産農場あたり、まあ、1つは1億円の年間売上を上げるっていうのが、まあ、1つの今のこの経済でいうとですね、バランスかなと。そうすると1億円の経営に対して、実はですね、マネジメントとかですね、が必要な部分は明らかに生産マネジメントだけなんですよ。そうすると1億円でですね、販売マネジメントだとか商品企画だとか人材育成とかっていう部分は、実はですね、それを協業でやるべきなんですね。で、我々その和合園っていうのはですね、一軒一軒がみんなその専業農家の集団です。で、これはですね、まあ、一言で言うと専門農協です。で、私もその代表してるんですけども、私も榊農産っていう農場を持ってます。で、こういう農場がですね、約100軒集まって和合園グループっていうのを形成してます。で、それに対して例えば冷凍食品作ったり、要はその販売のブランディングしたり商品企画したり、まあ、そういうようないろんな、まあ、2次3次に関わるところをやってる会社が株式会社ワゴーっていう会社で、これがですね、まあ、よく言うんですけど、自転車の前輪と後輪のように協業していくと。それなぜかっていうとですね、やっぱりものづくり、我々のその現場に置くとですね、やっぱり一軒あたり、例えば人参を作ってる農家とかキュウリを作ってる農家の経営のですね、生産にほぼ特化したですね、経営マネジメントっていうのは1億円の売上げの形態を作っていくと。で、これをですね、グルーピングしてですね、組織として大きな力を発揮していくと。これが我々の経営戦略なんですね。なるほど。じゃあ、まあ、個々の農家さんで、まあ、求められるそのスキルというのと、まあ、協業でカバーしていく部分、それぞれが持つにはちょっと負担が多かったり、余分になってしまうようなところはもう合同でやってしまうと、まあ、そのうまいこと組み合わせで最適化をされているということですね。はい、そうです。なるほど。まあ、よく最近日本のこの大学教育をどうしていくかっていうような議論の中で、もう大学までもうみんなが行っちゃうんじゃなくて、早い段階で専門性をもう道を決めてですね、専門特化したことを高校ぐらいからやって、で職人的に生業を立てていく人と、まあ、いわゆるジェネラリストとしておっしゃるように一般職的な形でやっていく人と、早い段階でここを分けていこうみたいな議論もあると思うんですけども、この辺っていうのはどうお感じですか？ですね、まあ、やっぱりですね、一言で言うと、その本人がですね、自分は何に向いてるかっていう向き不向きってあると思うんですよ。その人のやっぱりその向いてること、やりたいことっていうことにやっぱりきちっとはめてあげることってすごい大切で、それが最大のモチベーションだと思うんですよね。だから物を作ることが好きな人と、やっぱり物を売ることが好きな人っていうのは全然人種が違うんですよ。で、私たちは和合園グループっていうのはですね、極めて物を作るっていうですね、まあそういう組織なんですね。で、物を売るっていうことになると、実は食ってですね、ものすごい変化激しいんですよ。だからそのいろんなメニュー一つとってもですね、どんどんトレンドが変わっていくってことによって、全然ですね、まあ、商品企画みたいなものをですね、まあ、常にやっていかなきゃいけないと。しかし物を作る方はですね、ものづくりって一個覚えるのにやっぱ3年5年ってかかるわけですね。その時間軸と変化の時間軸が合わないんです。だからこれをいかにですね、バランスよくマネジメントしていくかっていう、そういうそのこれも必要なんで、それはそういう人材だから、物を作る、要はですね、まあ、いろんな商品企画でマネージメントする人間、それと、まあ、簡単に言えば販売であったり物を売るっていうですね、3つぐらいの、まあ、大きく分けてですけども、違う人材が必要だっていうのは我々の現場ですね。一部署今少し発言も、はいはい、これすごく重要な話でですね、今子どもたちのその教育とも向き合って感じるのは、結局みんなその昔は家業があったんで、みんななんとなく商売っていうものに対してイメージが持てるようになってたんですよね。それが今もうどん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 その遅延化されてきて、みんなサラリーマンになってきてですね、その商売っていうのが
こう全くイメージできない人たちって増えてきちゃうんですよ。で今教育現場で何が起きてるかと、みんな普通化主義なんですね。もう何も考えてないんだけども、とにかく普通化が行くのがもう基本だっていうふうに思い込んでて、実は千葉市みたいに重化学工業の町でもう工業高校出身者めちゃくちゃ欲しがってて 100% 就職率の状態なんですよ。それでも往年の工業高校の定員をだいぶ絞ってる状況なんですよね。こういう状況下で私たちは一生懸命今工業高校とか商業高校とかっていうそういう道が実はすごく重要で必要とされてるんだっていうことをかなりやってます。で今実は担任の先生そのものがもう普通化になっちゃってるんですよ。昔は実は今の千葉市でもその、教育部長とかやってるような人間って工業高校出身で、昔は工業高校の方がヒエラルキー上だった時代があるんですけれども、今残念ながら工業高校の先生の中におけるヒエラルキーも低くなっちゃっていて、その生徒指導する人間が普通化のことしか分かってない状況なんです。ですから私2期目のマニフェストでも工業高校とかに絶対もっと進学率増やすっていうのを掲げて、で今徹底的に教育委員会にお願いをして、今だいぶ千葉市のその志願率というのは上げてきていますけれども、もっと上げていかなきゃいけない。でそのためには普段から商売っていうものについて触れる機会を街で作っていかなきゃいけないと思うんですね。私ベンチャー支援って行政ができることってほとんどないと思っていて、国はもうだいぶ昔に比べばベンチャーこんなにやりやすい時代ってないと思っていて、そんなですねインキュベーションルームみたいなのを格安で提供するようなことが行政のやることじゃなくて、街でとにかく商売っていうのを触れさせる。千葉市は今ですからいろんな大学や企業、地元企業の人たちと組んでそういうこうアントレプレナーシップ教育を、まあアントレプレナーシップ教育ってちょっとかっこいいんですけど、要はですね商売塾をいっぱいこう地域でやってきてます。その中で商売というものをしっかり考えると、やっぱり仕入れ価格と売り値っていうのを常にユーザーの状態でも考えるようにするっていうことがすごく大事なことだというふうに思ってるので、この2つの部分をですね今千葉市は教育委員会と連携しながらすごく力を入れています。ですから国の今安倍政権がやろうとしていることも基本的な方向性は正しいんだろうというふうに思ってます。まあ、キャリア教育とか起業家教育とか、まあ、そういう取り組みですね。今ねキャリア教育って今までやってきたのは先生が近くの本屋さんとかになんか掃除のお手伝い3日行かしてキャリア教育ですって言ってきただけですから、先生がだって商売大嫌いですから、商売なんかはもう汚いもんだと思い込んでる人たちがいっぱいいますから、その人たちのまずマインドを変えないといけないと思ってます。あれですね、先生の年収聞かれてどうこうって話ですね。そうですそうです。私あのある時学校でですねこう子供たちに教あの講演したらですね、子供たちの質問の中に市長いくらもらってんですか月給料って、そしたらもう先生たちが止めに入っちゃって、なんてこと聞くんだと、いや違うと、大事な質問だと、で月100万もらってますと、もうブオーってなるわけですよ。そうするとでもどれぐらい働いたら100万もらえるんですかと、何仕事してるんですか、どん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 仕事のイメージが具体的にこう聞きたくなってくるわけですよ。その後帰って子供たちの文集あの感想文見たら、あの市長は100万ですごい働くってすごいことだと思いました。でその後先生に先生はいくらもらってんのって聞いたら、月300円って言ってました。すごい差があるもんですねこれ本当です。でこれ実は複数のクラスで同じような文あの感想文でした。これは先生が示し合わせとそう言ってるんですね。これ台無しですよね。自分の一番最初に子供たちが一番最初に向き合う親以外の社会人で誰かと教員ですよ。教員が月300円しかもらってない、そんな人間に自分たちは教えられてんのか、こんなに大変なのに月300円しかもらえないのか、これで働きたいと思うわけないですよね。これ発育段階に応じてどう喋るかっていうのはありますけれども、非常に失礼だし、これ先生のマインドがどこにあるかってよくわかりますでしょ。生々しいと考えてるんですよ。だこの考え方を変えないと子供たちは何のために勉強してるのか、何のために働くのかって意義が分かんなくて、先進国の中で唯一あのよく分かんないけどサラリーマンっていう回答がやたら多い国になるわけですよ。先進国と比較して先進国はちゃんと技術を要する仕事に自分がつくイメージがあると5割以上の子供が答えるのに対して、日本の子供たちは1割とかの数字ですから、ここを変えなきゃいけないというふうに思います。そうですね。まあ、ちなみに私は小学校の時に学校の先生に先生年収いくらって聞く嫌な小学生でしたそうですね、はい。そうしましたらですね、まあ、まだまだちょっと切り口あるんですけれども、ちょっと時間も迫ってきておりますので、あと15分ぐらい、皆さんからの対話をやっていきたいと思います。それではですね、ご質問あるという方まず一旦ちょっと数を押さえたいで、一旦挙手いただいて 1,2,お、ちょっと待って、じゃあ一旦ストップ、1、2、3、4、5、6、7人いらっしゃる。7人は大丈夫かな。じゃあ、まずちょっとじゃあ今いただいた7名さんあのご質問をいただいて、どなたにどんな質問かいただいて、でそれをちょっと総括的にまたこちらの方でお答えしていきたいと思います。
ありがとうございました。と木内さんにお聞きしたいんですけれども、地方創生を考える上でやっぱりその地場の農業をいかに発展させるのかっていうのが重要だと思うんですけれども、先ほどのお話をお聞きすると、そのなんていうか生産のマネジメントと販売とかのマネジメントは別にして、販売はなんか一つでまとめた方がいいっていう話があったと思うんですね。そうすると小さい地域で農業で成功するのって規模が小さいと極めて難しいんじゃないかなと思うんですけれども、その辺っていうのはやっぱりこう巨大な感じで集約させる必要があるのか、いやいやそうじゃなくてやっぱり小さい地域でも工夫とかによってなんとか地方創生につなげることができるのかみたいな、その辺を教えていただきたいです。はい、ありがとう。ちょっとあの順番にさっき質問だけ回収してしまいます。じゃあ次の方お願いします。どうも、2012期東京校の池田と申します。神原さんにお聞きしたいんですけれども、尾道の方に戻られて、もうおそらく多分常石ホールディングスなんてその尾道とかではすごい存在感のでかいあの企業で、まあ、企業城下町的なところも多少あったりはすると思うんですけれども、まあ、実は私の会社も本社は東京なんですけれども、あの工場や研究所の秋田県って、あの人口が日本で一番減ってる県のさらにその田舎の二ヶ星ってところに、そこもまあ 10% 10年間で人口減ってるっていう典型的なその企業城下町なんですけれども、もうそこでその町がその会社の業績で町の良し悪しが左右されるっていうところで、まあ、今先ほどのお話をお聞きしてて、その常石ホールディングスさん単体のお話もありますし、その会社のその働きを通じてその地域を活性化する、地域を元気づけるってところにつながってくるかと思うんですけれども、その際その例えばその企業城下町だと再生って話で言うと大抵行政がすぐ前に出てくるとかっていう話をよく聞くんですけれども、その企業が果たすべきその企業城下町に対して果たすべき役割っていうところとですね、あのその際その地元の関係者とかその行政の方との関係性とか含めて気をつけるべきところがもしあれば、何かそういうお話もご教示いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしたらお隣の方お願いします。はい、木内さんにお伺いしたいと思います。私あの任期付き の地方公務員をやっておりまして、公営の中央卸売市場の今後の役割について、あの木内さん の、ご意見を伺いたいと思っています。はい、ありがとうございます。そしたら、お隣でしたかね、違うかな、あとどこでしたっけ、一番じゃあ前の一番端の方行かれて、その後後ろの方行きましょうか。ああすいません、さっき、はい、あのはい、はい、テラスマイルの生駒と申します。九州の農業をデータで変えようと思って今やってるんですが、九州さんに質問でございます。僕あの農園ご存知をやった後、実際に宮崎県のアドバイドバーッとやって気づいたのは、宮崎県とか地域の農業って行政が農業の経営をしている、まあ、JA も同じなんですけど、でもやはりあの今後農業の経営力を上げていくためには、民間としてちゃんと農業経営者を育てていかなきゃいけない。この、行政の経営から、農業者民間の経営に移植する場合、こう木内さんが見えている世界みたいなものを教えてください。はい、ありがとうございます。そしたら前の方お願いします。はい、木内さんと、熊谷さんにご質問です。木内さんもあの熊谷さんもあの、まあ、非常に古いそのしがらみのあるところからものすごい改革をされてきた方々であると、あの、まあ著書とあと、まあ、プロフェッショナルの番組とかであと拝見させていただいております。まあ、その時に、まあ、そういったいわゆる抵抗勢力の方がものすごいいらっしゃったと思うんですけど、そこの圧力をどう乗り越えてこられたのかといったところをあのご教示いただければと思います。はい、ありがとうございます。どこだっけ。はい、はい、私です。どうぞ。私は木内さんに質問があります。私はあのトヨタ自動車でですね、生産管理とか物流の仕事を、まあ、約20年ちょっと、年代もほぼ一緒なんですけれどもやってきてまして、で今いろいろ農業のお話ですけれどもお聞きしていてですね、ものすごくその腹落ちするような感覚がものすごくあって、で、まあ、そんな中で、木内さんの考えられているないしは感じられている、まあ、生産管理的な部分、あるいはその物流に関する課題みたいなものが、もし少しでもお聞きできればなと思っております。はい、ありがとうございます。7つでしたね。あもう一方
すいません飛ばしてしまってすいません。熊谷さんにお聞きしたいんですけれども、最後のアントレプレナーシップ教育の話すごくいいなと思ったんですけれども、教員がすごくハードルだという話があったんですが、それ以上にやっぱりサラリーマン家庭なので、やっぱ親のハードルっていうのが非常に高いのかなというふうに思うんですけれども、なんかやっぱそこは親はやっぱり行政 の、まあ、管轄外になってしまうと思うので、もしちょっと親のマインドを変えるために、ちょっと考えていることなどがあればぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。じゃあ一応ここで、質問を端締め切らせていただいて順番にお答えいただきたいと思います。一番木内さんが多いんで、木内さんからいきましょうか。はい、お願いします。日本のですね、国土考えたときに8割山林ですよね。で、6次化って言われるものは実はですね、私はその中山間地の要は農業に要は極めて重要なマッチしている戦略だと思うんですね。でその時私はよく言ってるんですけど、そこに農業者を、省庁の問題、農水省の予算使うから結局その農業者ってことになるんですけども、中山間地はですね、農業者だけじゃなくて他産業の人たちもまたも行政も含めてですね、地域全体で6次化やるべきなんですよ。なぜかっていうとですね、野菜とかそういう素材っていうのはですね、加工品の原料でいうといろいろあります。平均的に大体 2,3 割です。でそれをですね、やっぱりそのレバレッジを効かして、要は付加価値の商品しないと、単純にですね、要は100円のに対して例えばキロ当たり10円の運賃がかかるっていうのは 10% ですよね。ところが1000円になっても、要はキロ当たり10円だとすれば 1% ですよね。でこういうことをですね、やっぱりしっかり戦略に持ってやると。だから中山間地の農業でいうと観光なんて言ってもですね、でよく漬物だとか見てもらえば分かりますけど、みんな原料フィリピン産の塩蔵漬けとかですね、でお土産になってないですよね。でまだまだなってないってことはチャンスがあるってことです。で今はインターネットがありますから、そういうことを情報発信してブランディング化することによってできると。例えばお米でもですね、極端な話ですよ、要はもう圧倒的にその GI っていうですね、地理的表示保護制度ってありますよね。フランスなんかでよくブランディングやってる、あの仕組み日本でいっぱいできるはずです。例えばですね、一番その水がきれいだ空気がきれいだっていうところですね、お米作って、でそのお米でも売らない、そのお米をですね、要はその陶器が何か焼いてですね、有名なその先生の陶器が入れて、だから1キロ当たり100万円で売るようなブランディングをですねするっていうですね、こういうことも要は可能性あるんじゃないかと、いうふうに考えています。はい、奈良も奈良で作ってない奈良漬けが多くて困ってるんですけども、はい、次卸売市場の役割にお願いします。はい、これはですね、市場って2つあるんですよ。地域が、もし農産物があればそれを市場を通じて都市部であったりそういうところに提供していく。まだ今逆になってますよね。要はその逆に地域の農業が崩壊して中央から大田市場とかですね、そういうとこから地方の市場に物が来る、そしてそこを拠点にですね、地域のスーパー等に分配すると。そうなってくると、もう市場として、本来市場っていうのは生産者がいてそれが物を出したところが集荷して情報発信とっていう仕組みがもう終わってるわけですから、今の業務のオペレーションがそうなってますよね。だ単純な話ですね、ヤマトさんに買収させた方がいいんじゃないですか。そうするとヤマトさんは一気通貫を全部起きてるわけですから、そこに対してマーケットの必要なものだけを運んでくる、また運んできた分だけの手数料を取るっていうですね、もう行政が負担してる意味はないと思いますね。そのマーケットで市場価格を決定する機能はもういらなくて、もう流通のもう取り次ぎだけだと。そう、基本的に市場っていうのはですね、例えば大田市場にしても築地とかにしても、箱物は行政が貸しますけども、卸会社がそれ家賃払って借りるわけですよ。うん、だからその例えば箱物は行政貸しますよと、で借りる人間は民間企業じゃないですか、多分山本さんだっていいじゃないですかっていうぐらいの発想を持ってっていいんじゃないかと思いますね。そうです、もう例えばですね、日本の場合ですね、例えば、みんなですね、物が足りなかったんで、産地化政策って言いまして、例えば千葉県の JA と茨城県の JA はいまだに競争してるわけですよ。何の意味もないんだけど、で要は千葉よりも要は茨城よりも千葉とかでやってるわけですよ。アメリカなんかは例えば全米ポテト協会って言って、いや北から南までジャガイモを作ってる農家だけで協会を作って農協を作ってるわけですよ。だから簡単に言えば再生産価格を割ってまで物を要はその作らない、もし
もっと作れるんであればマーケットをアメリカ国内からやっぱり日本に変えたりとか、まあ、境界線の戦略を持っていくとか、日本も同じことこれから起きなきゃいけない時代に入ってきてると私は思ってます。はい、あとちょっと今トヨタの方で物流の関係の、ね、質問がありましたんで、はい、ちょっと続けてお願いできますか。ですね、我々もですねやってるんですけども、日本の食、まあ、農業食産業っていうのは世界からトヨタさんより稼げるんじゃないかって私は言ってます。それどういうことかっていうと、ものすごいアメリカでもですねヘルシー志向がですねどんどん起きてますし、でそういう意味で言うとですね、じゃあ農業農産物を輸出して出すんじゃなくて、やっぱり最終の出口なんですよ。だから日本の外食産業とかですね、ああいうのは実は日本国内だからどんどん出店できるんです。なぜかというと一言で言うと値なし草なんです。要はお客さんが入りそうなところに物件借りて、要はマニュアルのオペレーションになっている人を採用したら明日から要はその商売できるんです。一言でどういうことかって、サプライチェーン全く考えてないんです。もうどんどんその、なんていうサプライチェーンが日本人の特有ですけども、細かくネットワークされてるんで、外食産業はそれにもう慣れちゃってるんです。だから彼らが今出店できるのは例えばシンガポールと、香港かシンガポールしかないじゃないですか。それ以外の国なかなか行けない、行ってますけども、ものすごいサプライチェーン苦労してると。だから日本の外食産業がサプライチェーンを初めて海外に行って作るっていう、だから何店舗もできないと。で私はですね、今それを逆にその農業、まあ、川中のところで今ちょうど今年福井県で作ってるんですけども、これは電気さえあれば、下が砂漠だろうが何だろうが電力さえあれば、例えば野菜が太陽光利用型の植物工場と蛍光灯を使って野菜工場とカット野菜工場、そうするとですね、これは船とですね、要はエアーの問題です。要はエア運賃だとですね食材は合いません。だからエア運賃で運ばなきゃいけないものは現地で植物工場で作ります。で船で行くものはですね、もうほとんど世界中もですね国内流通運賃と同じぐらいですから、でそれを供給するとですね全部サプライチェーンで下処理をしたものが出せますんで、その1個のですね食品、まあコンビナートデポってますけど、それ1個作るとですね、例えばラーメン屋を1000店舗なのか居酒屋さんを何店舗で海外で展開していけると、まあそのですね私なりに考えたモデルを今3年かけて福井県で作ってます。はい、ありがとうございます。ちょっと時間も来ました。じゃあ神原さんにちょっとお伺いしたいんですが、先ほど企業城下町の、まあ、例があって、まあ、行政との関係だとかそのあたりでお願いできますか。いい質問ありがとうございます。企業城下町っていう部分でいくと、まさに私も改めて30年ぶりに帰ってみて感じているところなんですけれども、地域の方々との信頼関係とかお約束みたいなところかなと思っています。実際に我々、親子3代でお勤めいただいている方もかなりの人数おりますし、その企業として地盤に根ざした企業として、たとえ海外進出していてもこの地域を守り抜く、ここでの責任を果たすということはしっかり地域へのメッセージとして出していると思いますので、その重要なことは時代の変化にしっかり適応していく、業種にこだわらない、我々が大事なのはこの地域で事業を続けていくことだというふうな考え方を持っていることかなと思います。で、まあ、行政との付き合い方っていう部分でいくと、やはりその継続性という部分でいきますと、まあ、我々100年ここでやっていて、まあ、首長さんとか変わるわけですよね。で一方でまあ漁業組合さんとの関係などは非常に我々大切にしながらやっていってます。なのでその地域を大事にしているという部分と、その長期的にお付き合いできる関係性、長期的にお付き合いする関係性プラス自立、依存しない自立した意思決定ということが大事かなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。まあ、我々も首長もコロコロ変わらないように、頑張りたいと思います。はい、そうしましたら、あとはですね、あ、そうか、これはあれですね、木内さんと熊谷さんに両方にいただいた抵抗勢力とどう、まあ、向き合うかみたいな話で、これちょっとじゃあ木内さんちょっとボリューム多かったんで、じゃあ熊ちゃんの方でお願いできますか。どうですかね、これ長川さん、どうやって抵抗勢力乗り越えていくか、それぞれごとに個別ケースがあると思うんですけども、まあ私の一応スタイルはですね、昨日のナイトセッションでも申し上げたんですけれども、基本的にですねウェットな人間関係を構築しないとドライな改革というのはできないと思ってるんですよ。ですからもうとにかく切るっていう対象の人たちとはもう一番仲良くなると、もう徹底的に仲良くなると、飲みにも行くし、もう
腹を割って話すし、そういう中で、予定調和を作っていくということですね。であとプロレスです、基本的には勝、まあ、敗者を作らない、負けたやつもすげえかっこいい、いい試合したよっていう風に応援してくれた人にやるのがプロレスじゃないですか。同じようにその彼ら医師会、あ、おい、危ない危ない、ちょっとあの、まあ、ちょっとカットしておいていただいて、あのいろんな、ね、団体があるんですけども、その人たちもやっぱり背負ってるんですよね、その人たちを。それが団体のだって存在意義だから、その人たちにやっぱり顔向けができないと、その指導者層ってのはやっぱり耐えられないし、彼らって公共のために悪いことしようと思ってる人たちじゃないわけですから、だからしっかりと話し合って、そしてプロレスのシナリオを作って、そしてどっちも頑張ったと、どっちもこう前に進めようと、建設的なことをやろうとしてたんだっていう、やっぱそれを作んないといけないのかなっていうふうに、敗者は作っちゃいけないと、抵抗勢力っていうのを作っちゃいけないんだというふうに思ってます。はい、なるほど、まあ、あのいわゆる K-1 型じゃダメってことですね。 K-1 ダメ、プロレス型でガチンコダメです。なるほど、ある程度最後の手段です。ある程度こう、まあ、根回し予定調和的なところも含めて、まあまあやることはもちろん着実にやるけれども、あの後にそういう尾を引かないように、まあ、やる。そうです、そうです、結論は変えないんですけども、プロセスは柔軟に。うん、なるほどなるほど、これは結構あの参考になりました、ありがとうございます。まああのね、あのいろんな抵抗勢力があのいろんな町にあると思いますけど、まあ、それぞれのやっぱ立場とか権威とか、まあ、その、ね、トップの方もいろいろ後ろに背負ってるものがあるから、どうしてもこう、あ、ね、当たってくるっていうのはあります。そこまでに至ったプロセス、あの歩みをですね、やっぱりリスペクトするところから始めた方がいいと思うんですね。なるほど、わかりました。まあ、今日はですね、ちょっとまあ、非常に混迷するテーマ設定かなというふうに思いましたけれども、まあ、あのそれぞれ皆さん方のですね、今取り組んでいらっしゃることやご経験の中から、お話をいただけたかなと思っています。まあ、特にあの行政との関係だとか ICT ですとか、まあ、それからその次の人材育成とか、まあ、非常にいろんなところにですね、出口がつながっていきましたので、まあ、ぜひですね、あの皆さん方のそれぞれの現場でも今日いただいたいろんなヒントを生かしていただけたらというふうに思っております。まあ、ここがまさにその生態系の一つとなって、次につながっていけばというふうに期待をいたしております。短い時間でございましたけれども、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。